おはようございます。西田航です、えー。7月20日木曜日、いかがお過ごしでしょうか。全然収録しております。写真集ゲイズ、並びに写真展ゲイズ、よろしくお願いいたします。というところで、今日なんですけども、ギャラの決め方というところで、 お話しまあ、なかなか、どうですか、副業で写真で稼いでる方いらっしゃいますかね。まあ、いらっしゃいますよね、もちろんね。で、えっ、ー、と、なんかね、昔喋った2年、3年ぐらい前かな、初期のこのサブチャンで喋ったギャラの決め方っていうところでコメントいただいてまして、まあ、ご自身でちょっとずつお金をいただきながら撮影をしていると。で、各クライアントに応じてね、例えばステージ撮影、まあ、えー、CM の撮影とかっていうふうに、 あの、まあ、それぞれギャラが違うでしょうと。で、そういった際に自分でギャラを、それ、それぞれに対しての設定をするべきですかっていうような質問をいただいたので、えっ、ー、と、まあ、これ結論なんですけど、しない方がいいってことですね。まあ、自分の価値を客観的に決めて、なんでステージ撮影もしたいっていうのであれば、まあ、いくらでもやればいいんですけれども、最低ラインを作るわけですよね。撮影において、例えば自分自身だったら10万円以下だったらもうやれないなっていう。で、ステージ撮影で10万円、 以下の撮影なんてないじゃないですかっていう方がいらっしゃるかもしれませんけどなければやらなきゃいいっていうだけの話で、まあ、やりたいんだったらやればいいんですけど、ただ自分の中でルール決めとかないと、えっ、ー、と、最後にはステージ撮影で、じゃあ、普段10万でやってるけど、5万でやりますってやってたら、次3万になる可能性あるんですよね。あの要は自分で価格下げちゃうってことは、自分で決めた5万円をまた3万円に自分で下げることも自分自身で慣れてきちゃうっていうね。あのそれが、まあ、結果、同じ行為をして、 5万円、まあ普段と10万円で撮影することを5万円でやるっていう時点で、まあ、半分半分のギャンティーやるということは、まあ、ありえないはありえないんですけどまあその時点で自分のブランド価値を毀損しているっていうこの意識が持てるか持てないかがフリーランスなり、えー、まあ俗に言う個人事業主でやっていく。これはもう あのカメラマンだけじゃなくもうどういうクリエイティブやろうが事業どう、他の事業をやろうがっていう自分が何かを販売していて自分が生み出したものを販売するのであれば付加価値をつけるのは自分ですから。そして 写真家、カメラマンも、えー、この写真集がいくらだっていう風に売るときに、えー、4、うん、例えばですが、1980円じゃなきゃ売れないかな、みたいな。そんなのは別にどうでもよくて、自分がいくらって決めたら、それで売ればいいんですよね。売れようが売れまいが関係ないっていう。自分の価値は自分で決めるという。これが非常に重要なんですよ。マインドセットとしてね。ギャラの決め方っていうのは、他人が決めるのではなく、自分でまず絶対に決める。自分は3、まあ、最低でも3万円以下は絶対に動かんぞとか。で、相手が、ごめんなさい、えっと、とか、まあ、クライアントあるあるで、えっと、 いついつ空いてますかって。で、えー、撮影ですっていう。でっていう話じゃないですか。そんなの <laughs>。いくらだよっていう。あのまず、えーと、日時と撮影内容とギャラ、この3点セットで、まずはオファーかけてこないクライアントっていうのはもう、もう基本、フシ仕方です。で、まあ、そ,のもうそこがもうベースラインっていうか、まあ、そういうフシ仕方っていうか、もう相手にしちゃいけないクライアントね。で、次なんですけども、まずはいくらいくらいの予算です敵になって。で、 例えば自分がね5万5万以上でしか撮影を受けないという中でえと予算は3万円ですと言われた時にまあ自分が受けたいのであればえとすいませんとあの非常にこの撮影に関して興味は非常に私は持っていますとですが私の一稼働の最低ラインの金額は5万円ですとその中でえもちろん受けたいとは前向きには検討しておりますがえいかがでしょうかっていうそこで折り返してまあ例えば向こう側 ああそうでしたかと、でもぜひともお願いしたので、えー、非常に申し訳ないんですけども、4万5000円のプラス消費税でいかがでしょうかみたいな、ここであとはジャッジすればいいと思うんですよね、まあ、そのぐらいの接種は考えていいっていう、なので3万5万、間を取って4万5000円、これでできるかできないかみたいな、このこ,こは最後、自分のブランド価値の既存動向ではなく、相手に自分の、自分はこれ,これぐらいで稼働するんですよと。 でその上で、じゃないと継続的なつながりでいって自分は5万円でしか置かないのに新しいクライアントを新規獲得して 3万円でやります。3万円ですって分かりましたってやったら、もうずっと3万ですよ。それからギャランティーが上がっていくことっていうのはないんですよね。なんでギャランティー、自分が決めたルールの金額は絶対に下げちゃダメですし、なんで下げるとしてもまずは提示するということです。僕は5万からでしか動きませんとか、えー、例えば僕だったら40万から、40万以下では絶対動かないとか、まあそういったルールを決めておいて、それに、えー、それでもやるのかやらないのかっていうところまず相手、クレントが、 こちらのの業態というか撮影の金額決めるんだこちらが決めておいてそれであのお宅はいかがですかっていうねまあ何でも物ってそうですよねまあここにカメラがあってまあん、まあ、だろうカメラがあった時にあのまあこのカメラがまあライ,カライカのカメラがあった時に僕らがあじゃあ10万円で売ってください10万円でよろしいでしょうかって言ってまあダメですよねもうそもそもがこういったものも含めて売値っていうのは決まってるわけですからそれを 買う,買うのか買わないのかとかっていうそこのジャッジはできますけれどもなのであのオファーかけるクライアントもそうですあの物を買うのとはまた別なんですけれども基本的には、えー、カメラマンとかのギャラに関しても基本的に皆さんはねあの撮影を受けるあのお仕事を頂い,いているとかっていう言葉、ね、よく言ったりするんですけどもいやそれは違うよっていうそのあくまでもあの上とたクライアントが上で自分が受注画が下ではなく物を作る わけですからクレアントと横並びの上で投下交換ですよね。こっちはそのクリエイティブ、技術なりクリエイティブを提供する。で、こちらは金,金銭、お金によってフォローするという、ここの関係ですね。なんで雇ってやってんだよっていう関係では、もう絶対にどっちみちまあシャッターマンになるだけですよね。シャッター押してくれっていう。まあ、それと同義語になってしまうので、クリエイティブをやるっていうのはですね、基本的に自分が満足できる金額をまずは決めておいて。なので皆さんも 写真で仕事したいとか、他の事業とかで仕事するっていうのもいいんですあの、何でもいいんですけれども、自分自身の価値っていうものをまずは自分で決めるっていう。これが非常に、えー、とギャラの決め方の究極の、まあ、センテンスといいますか、一番重要なことかなと思ってます。何度申し上げますより、僕だったら例えば40万以下では絶対に動かないっていうふうに決めてたりとか、なんでそ,それを最低ラインにしておいてっていう、そんな感じですね。それ以外で自分の例えばですけれども、 えと営利目的での自分の、えー、業務としては40万円って決めてるんですが自分のプロモーションにつながる行為とかね自分自身の西田るっていうところの逆に価値が上がるような行いをやる際には、えー、そのそこのルールには、えー、値しない場合があるとあくまでもプロモーションっていう風になると変な話ですけどただでも稼働することがありえるわけですよね。例えばですが 僕のの業業務っってていうのは自分で事をを作作まますすから写真集ゲイズを作りますと当たり前ですが売れるか売れないか分からないですけれども、えー、ともちろんね今はゲイズっていうのはもう皆様に大好評を得てもう今でもまあ販売しているんですけども,いつも今もね大好評で皆様にご購入いただいてるんですがその前ゲイズっていう写真集を作るぞ出すぞ売るぞなった時のリスクっていうのは自分で取ってるわけですよなのでこの辺もですね自分で差配してやったりしているっていうところで,で値段付けだって えー、要はプライシングというところが一番肝なんですけれどもそこを自分自身が、ねえー、と売れないかもとかじゃなくて自分自身はこの金額ですというところで自分で値段を決めて買う、買わないはあとは皆様にお任せしますが、えー、その中で、ね、やはり自分,がその自分の価値はこれぐらいだというふうに自分で決めているとなので,です、ね、クライアントにとにかく値段を決めさせてはいけないと。 ただ、クライアントの予算というものがありますから、その予算は提示してくださいという。一番底辺の底辺で、日時、撮影内容、予算。この3つを提示できないクライアントは、クライアントじゃないというところをまず覚えてですね、写真活動には取り組んでいただくと。で、その上で、ギャランティーの提示、予算の提示があった際に、自分自身のギャランティーは自分の中でも、ベースで持っておく。その種類が、スタジオだろうが、広告だろうが、イベント撮影であろうが、ウェディングであろうが、まあの、何であろうがというところ。 ところでウェブ媒体での撮影であろうがっていう関係なしで自分は一律10万円ですとか5万円ですとか40万円ですとかそれを決めてそれ以下であればもう基本的には受けないで本当にどうしても受けたいもの自分が興味があるものであれば自分の値段本来これですとそれで、えー、とどういうふうに考えてますかっていうふうに向こうに提示するとですが基本的に私はあなたと仕事がしたいっていうところを、えー、伝えるとこういったことでネゴシエーションしていくとですね まあ基本的には滑らないと言いますか、あのフリーランスで続けるっていうのは、あのマインドセットとメンタルが重要なんですよ。自分自,身をえー、自分自身の価値を他人に決められちゃうとですね、長く続きません。僕も20数年にわたって フリーランス今ではまあ事業として会社をやってますけれども二十数年間自分自身の個人事業主としてやってきていましたからそれを考えた時んですね値段は自分で決める相手には決めさせないというこのルールを守って活動するとですねまあ、今からカメラを目指す方とか個人事業主で活動してみたい副業をやってみたいっていう方のまあ一番 サラリーマンやってて、一番人生でやったことないっていうのは価格交渉だと思うんですよね。自分の価値を自分で決めたことないと思うんですよ。基本的には会社側に決められてると思うので、人から決められてますよね、価値を。自分で自分の価値を決めてみる。この意識を持つことによって、皆様の、えー、今後の人生が、ね、大幅に変わると思いますので、ぜひトライしてみてください。というところで、今日もス使うからお過ごしください。西田太郎でした。どうも。